なんだ大サート伯爵か。依頼の件で来たのか。ウィッチャーを探してるんだろう。そうだ。だがその辺のゴロつきでは困る。猫流派のウィッチャーは悪名高いからな。お前はどこの出だ。狼流派だ。ああそいつはいい。そこのウィッチャーを知ってる。バーナバス。違うな、そんな名前だったか。まあいい、どうぞの問題に移ろう。少し前にノビグラドの東にある邸宅を購入した。売り主は処分しようと躍起になっていたんだ。最近になってその家が呪われてると分かった。前の持ち主が急いで売ろうとするわけだよ。私は幽霊の存在など信じないが、召使いによれば夜に家が揺れ、壁はボロボロと崩れ、なんと床が動き回ったりもするぞ。なんとか解決できないだろうか。わかった、調査してやろう。どこにあるんだ。敷地は果樹園と隣接してる。家自体は簡単に見つかるはずだ。壁一面にひびが入ってる。これが鍵だ。幸運を祈る。やめよ、そんなの。ここをヘムヒが支配する。これが幽霊屋敷ってわけか。住人は慌てて揺れてるが、攻撃はしてこないのか。塩が撒かれてる。幽霊を追い払うためだろう。無意味な迷信だ。この割れ目から風を感じる。何かありそうだ。しばらく誰も来ていないようだな。何か音がしたぞ。普通の植物の根ではない。魔法だな。うん、日記のようだな。土のエレメンタル。強烈なやつだろ。まずは解放し、それから倒してやる。魔法による呪縛が解けたのに、あと数日遅ければ大暴れしてた。うわ、
俺の上に崩れ落ちてこなくて助かったな。なんだ。もう家に悩まされることはない。少し修理すれば入居できるだろう。本当か。これで物件の価格が急上昇したぞ。何が問題だったんだ。土のエレメンタルが地下室に閉じ込められていた。抜け出そうとして家を破壊しかけていたんだ。はあ、幽霊よりはるかに興味深いことは確かだな。さっき言っていた地下室だが人は住めそうか。何とも言えん。見てのお楽しみだな。ああ、報酬だ。どうぞ。それでは。やりやり。